暗くて何も映ってませんけれども、一応昇格前夜です。11月15日、一応昇格前夜です。大宮サッカー場です。とりあえずいろいろまたちょっと残してみようかなと思います。天気は小雨で、まだパラパラちょっと降ってる状態です。結構準備はある程度万端なのかなっていうぐらいに、弾幕とかもある程度こんな感じで映んないね、準備はされてます。今午後10時45分。誰もいません。さあ、バカ者です。バカ者たちです。チラチララーメン屋さんです。今日のために気合入れて剃ってきました。剃りすぎ、見えない気が見えないけども、うん、並んでくれて寝てます。この2人とも、はい、そんな集中砲が打てると思わないけどな。一応今日用意。あ、ねえや、ほんと。うわぁ、ほんとないんだって。ないんだったらメジャーと飲みに行くとかさ。もっとちっちゃいのありますよ。あ、じゃあ、あのほら下のさ、空白をさ中国語で書いておく、とりあえず。ああ、どういう字を書いておく。あの韓国人がよくやる弾幕みたいに、うん、でも俺知らないんだよ、うん、統一平和みたいな感じをさハングル語でわざわざ書くじゃん。
なんのこれさ、うまいもんたまにそうだね。気持ち込むね。こんにちは、お友達です。そうだよね、よく分かんないからさ。とにかく朝早いっていうの。こっちがね、長い。長いっていうのは長い。昔の長い。大分に行った。すごい、私の。ふみこさん呼んでますよ。あ？ベルティ。ただいまゴールはこんな感じでございます。みんな待っております。で、投げ方なんですけど、うまく投げられる人